先輩。動くな。でも血が。心配ない。少し切っただけだ。言ったろ、最大の効果を狙うと。これでアラヤは君の前には現れない。二度と。よく耐えたな。これからよろしく頼む、春雪くん。こちらの殿方は、あなたとどういう関係であると理解すればいいのかしら。ふん。端的に言えば、私が告白し、彼が振ったのだ。何考えてんですか。僕またいじめられますよ。いじめられますからね、絶対。見事な勝利だったよ、春雪くん。せっかくだ、祝杯をあげよう。どこか、ん？お？うわっ！治癒！春をどうする気なんですか。昨日、春が暴力を振るわれたのは、先輩がちょっかいを出したせいなんですよね。どういうつもりなんですか。だとしたら私の方が優先度は高いな。私は彼に告白して現在返事待ち。これからデートするところだ。もうダメだ、世界の終わりだ。明日転校するしかない。ではごきげんよう、友達。これ預かってました。お返しします。中見たか。あ、いえ、はい。その、すいません、黒雪姫先輩。あのな、春雪くん、いい加減あだ名だけではなく名前で呼んでくれないかな。はい。どうも。早く戻った方がいいのではないか。はいはい、じゃあね、姫。ごゆっくり、有田春雪くん。お邪魔でしたか。いや、気にするな。いや、夕暮れだな。そうですね、綺麗な夕日ですね。聞き間違いだったか。確か昨日好きな髪型を聞いたはずだったが。あ、いえ、気づいてないわけじゃなかったんです。